もらいたいということで走り回ったことは本当のことでございます。そういう土井さんにお会いすることで、私はいつか土井さんのもとで仕事ができたらなという思いを持っておりましたときに、土井さんから、あれは99年でした、オランダのハーグで平和会議がありましたときにご一緒させていただいて、その場でトモさんトライしてほしいと言われたときに、いや私は政治の世界はとても無理ですということを、ね、お話ししたんですが、翌年の2000年あれ社民党土井さんのもとで出馬をすることになりまして、挑戦しましたら土井さんが一番先に出発式に沖縄においでいただき、私のところから第一声を挙げていただき、そのおかげで当選をさせていただきました。社民2000ということで、その年13人の新人が当選した時です。土井さんと一緒にこれから仕事ができると、平和憲法を守って頑張っていくと、人権をしっかりと私たちは確保する場で行きたいということで思いは強かったのですが、残念ながら私は2期で、国会を去ることになりました。その後、土井さんはできたらもう一回挑戦してほしいというお声はあったのですが、地元の声に逆らえなくて沖縄市長を2期務めさせていただきました。今年の5月で2期目を終えたところです。で、今年皆さんよくご存知のように、11月の16日の知事選で翁長新知事が誕生し、沖縄がある意味大きな変化を遂げる時に来ていると思います。そういう中での国政選挙、やはり社民党が頑張ってもらいたい、あと1分と出てますので締めます、あと頑張ってもらいたいという思いを託して、昨日も、沖縄県ではその走りながら選挙運動をしてきたところです。やはり土井さんの働き、一つどうしても申し上げたいと思ってましたら、先ほど宇都宮さんのお話の中に出てきました国籍法の改正です。国籍法1985年に改正されました。そこにたどり着くまでの土井さんのご苦労、そして多くの皆さんの名前が挙がりましたが、その方たちのご苦労があってそれができたんだなということを今日初めて知ることもできました。しかしそこに、本当にそこに至ったには土井さんのお力が大きかった。沖縄では米軍人と沖縄の女性の間に生まれた子どもたち、生まれた時に無国籍ということでパスポートも取れないような状況が続いていたわけです。それに終止符を打ってくださったのが土井さんの働きであり、それを支えた多くの女性たちの働きであったわけです。そういう意味で沖縄の女性たちにとって、女性問題にとって土井さんの功績というのはこれ一つとっても大きいです。それ以外にもちろん人権の問題、基地の問題、辺野古にも何度も足を運ばれた土井さんのその沖縄に対する思いに感謝しつつ、今後ともまた沖縄では土井さんの思いを引き継いで私も頑張っていきたいと思います。皆さんと一緒に頑張ってまいりたいと思います。今日本当にありがとうございました。どうもありがとうございます。私がお会いする時の土井さんはいつもこの写真のようなゆとりのあるふくよかな、そういうお顔でした。さっきのビデオのような怖い顔は私は一度も見たことがありません。いろいろお会いする、あるいはいろんな仲間と組み合わせは、その時によって変わりますけれども、おしゃべりをし、非常に気持ちの弾むようないろいろな思い出がございますけれども、それは一切承知。続きましては、土井さんをいつも励ましてください。